松本英子マイストーリー。2024年にデビュー25周年を迎え、その記念コンサートを6月2日秋田芸術劇場ミルハスで開催する松本英子のふるさと秋田への思いを語るパーソナリティートーク番組。ある時は東京の仕事場から、またある時は通い慣れた地元秋田から、 FM 花火を通じてあなたの元へお届けします。ご機嫌いかがですか、松本英子です。さて、先週は生放送でお届けいたしましたマイストーリー、今週はですね、東京の仕事場からお届けいたします。メッセージ来ておりました。松本学園ソフト部部員忍者さんからです。ありがとうございます。生放送かなりのスペシャル感でしたねと、いきなりインタビューからスタート、確かにバラードシンガーはどこ行ったんだという雰囲気感じました、最近の英子さんと。でも英子さんにはスポーツがよく似合う。そういえば今日の東京は昼も夜も体が飛ばされそうな大風が吹いていましたが、今の英子さんの周りには応援したり応援されたり、いろいろないい風が吹きまくっている感じで、これからの展開がますます楽しみですと。いや嬉しい、ありがとうございます。もう本当にね、私自身も応援ソング担当させていただけたことでですね、新たな広がりがあったなと本当に思います。もともとのねきっかけというのは、昨年の11月にブラブリッツ秋田さんの、最終戦だったと思うんですけれども、ホーム戦で BB パックステージで歌わせていただいたことから始まった、今回のね15周年アニバーサリーソング制作だったんですけれども、まあ私自身もですね、6月2日のミルハスの公演に向けて自分もこう頑張っていかなきゃとい こうエネルギーに満ち溢れている中で、ブラブリッツさんからもねパワーをいただいているので、もうまさに本当に、忍者さんの言ってる通りだなと思います。いい風が吹いてきていますよ。そんなねブラブリッツ秋田の岩瀬社長から、先週はコメントメッセージをいただきましたけれども、今週は、少し一人しゃべりプラスアルファで、またじっくりとブルフレームについてお話ししたいななんて思います。それでは今夜の1曲目なんですが、そんな16日開幕戦の BB パークステージで歌わせていただきました。実際はですね、秋田県民歌をアカペラで、歌った後にこの曲を歌わせていただいたんです。じゃあそんな感じでちょっとアカペラからいっちゃおうかな。シューレイムヒナ諸海さんよ、狂乱吠え立つ拝観とよ、神秘の戸端は田沢とともに世界に名を増し誇りの香水山水みなこれ死の国
りしたのは松本英子で秋田県民歌アカペラからの喝采この道の先にでした。改めまして3月16日ブラブリッツ秋田ホーム開幕戦、そして20日、こちらもですね連戦になりましたけれどもホーム戦がありました。16日の方では BB パークステージ、ちょうどですねキックオフの前に、私松本英子そしてラッパーのラカンさんさらに、バンドカラスのボーカル今野純一さんということでね、それぞれ全然カラーの違う3組が集まってパフォーマンスさせていただいたんですけれどももう本当に私自身はすごく嬉しくって共演したいお二方だったので楽屋の方でもねステージ裏でも結構盛り上がっていました。でまたねすごく気持ちよく晴れた奇跡の晴天の一日だったのでもう本当に気持ちよかったですね。サポーターの皆さんも参加してくださいましたし、そしてこの日はですね選手バスが入場するところから見せていただいたんですけれどもハーフタイムショーでご一緒したハージェイさんと一緒に、もうバスの目の前もうサポーターの皆さんがもう大声援で迎えるところから見させていただいて本当に感動的でしたね。選手の皆さんのこの試合前の表情ものすごいかっこよくて、そして吉田監督のこう凛々しい姿っていうのも見させていただいていやーちょっともうしびれましたね。でそんなこう興奮の中、試合がスタートしまして前半は0対0ドロー、その状態でハーフタイムに突入しました。でハーフタイムで、私松本英子そしてハージェイさんが今回の15周年アニバーサリーソングブルーフレームを初生披露ということでスタジアムで生で歌わせていただいたんですがそこでもサポーターファンの皆さんの声がまあ素晴らしくて、感動的でしたね。ちょっとねどんな感じで実際スタジアムでその声が響き渡っていたかこれちょっとですね録音した音源がありますのでちょっと聞いていただきたいと思います。こちらです。燃やし尽くせ荒い浜を戦え自分を超えてどこまで来て虹は全て繋がってる未来へ Come on Paris Come on Paris 透明奇跡を聞こえますよね。みんながウォーウォーと叫びそしてゴーゴーブラブリッツと叫んでくれているこの声、私たちもこのスタジアムで生パフォーマンスをしながらいや鳥肌でしたね。もうタオルを振り回しながら私はもう暴風の中必死で歌っていましたけれどももうあの光景っていうのはずっと忘れられないなと思います。参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。そして、そのハーフタイムショーが終わって後半戦がすぐスタートしまして後半も終わり最後スコアレスドローということで、ただベガルタ仙台相手にドローというのは本当に大きな一歩だったんじゃないかなと思います。当日のですねもう仙台サポーターの数もものすごい人数だったんですよ。やはり J1 をね経験しているチームということもあって応援もすごく声の厚みもそうですけれども熱量も素晴らしかったのでこれは秋田もホーム戦負けちゃいられないなということで当日の入場者数も目標の6000人を超えてすごかったですね。
次の試合の20日と合わせて1万人という目標を掲げていたブラブリッツ秋田なんですけれども、残念ながら1万人には到達しなかったんですけれども、もう9000人を超える、人たちが集まりました。もうこの天候の中というかですね、20日は本当に吹雪、雪の中でもたくさんのサポーターの皆さんが足を運ばれていたんですね。なのできっと今後また天気が良くなってね、暖かくなってきたらもっともっと多くの皆さんがスタジアムに来てくださるんじゃないかなと、そんな、光景がイメージできました。もう継続してぜひね、皆さんスタジアムに足を運んでいただきたいなと思います。そして生で、一緒にブルーフレームを、叫んで応援してもらえたら嬉しいなと思います。やっぱり秋田にプロスポーツチームがあるっていうのはとっても誇らしいことですし、せっかくそのスポーツチームがあるならば、やっぱり地元がたくさん応援しなきゃって、そんな風に今回も思いました。なのでどん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 仲間を増やして、私も一ファンサポーターとして仲間を増やして、みんなでね見に行きたいなというふうに思います。松本英子マイストーリー。